写真拡大。全2枚。ロッテ清田育宏外野手34が29日、千葉市の ZOZO マリンスタジアムでウェイトトレ、キャッチボール、マシン打撃、走り込みなど約1時間半の練習を行った。球団広報を通じて久々にボールを打ちましたと報告した。今季11年目の外野手は自宅での練習用にダンベルを購入。22キロのダンベルを買って自宅で積極的に筋トレを行いましたと、チームの活動休止中も肉体を強化、家でもできるトレーニングを意識的に行っていました。体幹とかチューブトレとウエイトです。家の周辺を走ったりもしていましたと、練習を継続していた。昨季は得点圏打率311、今季も勝負強さでチームに貢献する。